いや、あのさ、何がさ神だったかっていうとさ、いや、もうまずさ、もう何でもしてくれるのね、描写が。まずご飯出してくれるじゃん。で、スバルもうなんかね、疲労困憊してて、スバルお風呂入ってきなよって言われて、お風呂入って、出てきたら布団も敷いてあって、なんかそこのところでゴロゴロしてたら、アイス食べる?とか言ってアイスくれて、で、アイス食べて、で、もう歯磨いてそのままうとうとしながら気がついたら寝てた。ね、朝起きて、で、みおちゃんおはようって言ってたら、なんかスバルもこのホットサンドイッチ食べるっつって、ホットサンドイッチ焼いてくれたのね。マジ神でしょ。ホットサンドイッチ食べたら眠くなっちゃって、で、みおちゃんがなんかゲームしてる横でちょっと寒かったから縮こまってさ、みおちゃんがゲームしてるの見てたんだけど、そのまま眠くなっちゃってさ、なんかあー眠いっつってうとうとしてたら、もう気がついたら布団かけられてたわ。で、起きた時にはミオシャいなかったわ、部屋に。ミオシャっつってさ、ミオシャ探してさ、ちょっと心細くに、ミオシャがいない、ミオシャっつってミオシャ探したらさ、ミオシャのさ、パソコンのさ、部屋からさ、なんかミオシャの美しき歌声が響いてきててさ、うわ、静かにしようと思った。なんか収録してる、静かにしよう。猫と戯れながら待ってたら、マネちゃんから、スバルさん、今日収録あるんで寝てちゃダメですよ、そろそろ起きてくださいね、かっこわら、みたいな文章が送られてきて、え、こいつなぜスバルが今寝てることを知ってるんだ、超能力者かって思ったよ。だってミオシャの家にいるとも何にも言ってないのにさ、急にさ、スバルさん、今日収録なんていつまでも寝てちゃダメですよ、みたいな。ミオちゃんがあまりにもスバルが起きてこねえから、そしたらあのミオちゃんがスバルのマネちゃんに直接チャットで、あのスバルって何時まで寝かせといていいんですかってちゃんと聞いてくれる。そしたらマネちゃんから連絡が来てた。